はい、こんにちは、勝又博物館です。今日はこちらプレミアムバンダイ届きました。うわー、箱がすごい。こちらです、ドン。グレートクレークローズドラゴン、仮面ライダーグレートクローズに変身ということで、こちらでございます。エボルボトルドラゴン、うわー、かっこいい。映画のやつですね。なんか見に行ったんだけど、茨城にドラマの撮影に行って、その帰りに見たので、ちょっと寝ちゃってたりしてね、若干覚えてないんだよね。もう一回見たいと。お、パッケージが一緒です。パッケージっていうか箱がこちらの方とね、一緒の箱でございます。あ、でも全然違うぞ。すごい。ピッ。もう鳴るんかな。あれ？電源ボタンってあったっけ？あった。LR44 かな？電池は。LR44 が3つでございます。お、ごめんなさい。セント、ボトルをよこせ。お前らさては。バカだな。あいつにはいろんなもんもらっちまったからな。多分あいつと出会わなかったら俺は人を信じることなんかできなくなってた。さあ、実験を始めようか。すいません、今の今度は俺があいつの力になる番だってのを飛ばしちゃいました。すいません。ヘルブロス、もう一回後で鳴らします。そんな名前だったか。あ、まあいい。今の俺は負ける気が。え？合体しちゃったよ。うそー。私は万丈龍河です。プロテインラーメンベストマッチ。マジ強え。マジ最強。はい、っていうのが単体での音声になります。あいつには、お前、あいつにはいろんなもんもらっちまったからな。多分あいつと出会わなかったら俺は人を信じることなんかできなくなってた。今度は俺があいつの力になる番だ。はい、というのが今回の単体での音声になります。で、これ広げると顔と尻尾出てきます。比べてみましょう。前回の普通の、あ、彩色が違うだけなんだね。形とかは全く変わってないですね。なので、まあでもあの、こっちは音声として、この独特な音声になってたんですけど、それがならないっていうのが多分このおもちゃの特徴じゃないかな。で、その代わりバンジョーの音声がたくさんなりますよと。で、グレートドラゴンエボルボトル、これを刺すとまた音声が変わるということで、こちらですね。お、覚醒。変身。強えだろ。俺だけの力じゃねえからな。今の俺は負ける気がしねえ。なんでだよ。生まれたわけでもねえのに、誰に感謝されるわけでもねえのに、なんでそんなボロボロになるまで戦えるんだよ。みんなバカばっかだけ
このセリフあれですね、前一個前もう一個前の映画のやつですね。俺は仮面ライダークローズだー。バンジョーのセリフが全部入ってるみたいな、多分これアイテムですね。お前が作ったのはスマッシュだけじゃねえだろ。スプベルトを巻いて大勢の明日を未来を希望を作ってきたんじゃねえのかよ。誰かの力になりたくて戦ってきたんだろ。誰かを守るために立ち上がってきたんだろ。それができるのは葛城匠でも佐藤太郎でもねえ、桐生戦闘だけだろうが。うわー、なんだよこの力、負ける気がしねえ。おお、悪いな、ヒーローは俺だ。調子良さそうじゃねえか、セント。目覚ませ、この野郎。俺しかいねえ。セントを助けられるのは俺しかいねえだろう。いける、自分の意志で動かせる。目覚ませ、セント。ミソラを助け
ねえのか？なあ、戦闘、バッキバキに目覚めたぞ。今の俺たちは負ける気がしねえ。はい、ということで音声全部になります。それでは変身していきたいと思います。俺は誰も殺してねえ。電源オン。あれ、ビルドドライバー電源オンって言ってんのに電池入ってない。なんていうことだ。まさか電池を入れ忘れていたとは。よいしょ。では電源オン。さあ、そしてまずは刺します。で、閉じます。そして刺します。はい、スタートだ。よいしょ。必要なものの準備ができてなさすぎた。もう鳴るかな、これで。はい。で、もう一回これ外して刺します。そしてもう一回ブラ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 ーっていうはずなんだけど、今言わなかったっすね。なんでだろう。ブラ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 ーっていうはずなんだけどな。おかしいな。あ、音声ボタンは押しません。覚醒って押しちゃダメなんだって。だから入れて、それでこれ刺して、すごいね。音声覚醒って鳴らすか鳴らさないかでこの編集音が違うって多分ことでしょうね。はい、ということで今日ご紹介したのはこちら、グレートクローズドラゴンでございました。プレミアムバンダイ限定です。4000ぐらいだったかな。はい、多分そう3024円でした。はい、それではまた明日。